アイカツ、アイカツスターズ、アイカツスターズは日本のアーケードゲームおよびそれをもとにしたテレビアニメ、クロスメディア作品アイカツの後継シリーズとして2016年4月よりバンダイの原案によりアニメシリーズが5月よりデータカード出すが稼働開始された。前作と同様カードを組み合わせてオーディションに参加する 国民的アイドルオーディションゲーム。キャッチコピーは私だけのアイカツ。カードで私だけのアイドル活動。データカードダスのオーディションパート及びアニメの主題歌、挿入歌は前作からの続投となるアイカツスターズが務める。また、2016年8月10日より劇場版の連動したキャンペーンも兼ねてスマートフォンアプリアイカツ。フォトオンステージ。 のキャラクターフォトや独自シナリオの提供を開始した。2017年4月からは、翼をテーマにした新シリーズ、星の翼が開始された。2017年10月で、アイカツ、シリーズが5周年を迎えるのに合わせ、同年8月より前作とのコラボ企画が展開された。2018年4月5日より、シリーズ第3作、アイカツフレンズに移行した。 2019年10月3日より開始のシリーズ第4作、アイカツオンパレード。では、クロスオーバー作品の一環として登場する。登場人物の学年及び年齢は初登場時のものとする。4つ星学園稼働当初のデータカードダスではマヒルを除いたメインキャラクターの4名に加えて、プレイヤーがカスタマイズしたマイキャラを含めた5名が初期使用キャラだったが、 第2弾から、マヒル、第3弾からリリーが追加され、第4.5弾では、小春がメインキャラクターから一時的に外れていたが、星の翼第1弾で復帰している。ただしマイキャラの使用には、ID カードが必要となる。突起のない限り、話数は、アニメ版を指すこととする。アニメ版では、第26話以降は、虹の夢、桜バローラ、サオトメアコ、 カスミマヒルの4人を中心とした回が多く、第50話で虹の夢、サオト子、アコ、カスミマヒルは第26代 S4 に任命され、第51話以降は二階堂ゆずと共に S4 としての活動をしている。第55話第71話においてのビーナスアークへの留学により、虹の夢、桜葉バローラ、ナナソウ、コハル、カスミマヒルの4人に軸が変わっている。 引き続き、サオトメアコも4津星学園の S4 として、ビーナスアークに在籍している4人の協力活動を、共に行っている。第71話で2次の、夢たちの留学期間の終了と同時に、奈良総古春が4津星学園に復学し、以降は1年生チームと奈良総古春の5人が話の、主な視点、中心となっている。ストーリーとしては2年目で終了したが、第27代。 S4 も引き続き虹の夢、沙乙女アコ、霞マヒルが任命され、新たに S4 に任命されるはるかるかと共に、活動することになる。S44 聖学園のトップアイドル4人組。各クラスに1名ずつ在籍し、専用の赤い制服が用意されており、下記でもその格好である。4人で巨大なライブ会場を埋めるほどの人気を誇り、 芸能界で常にトップクラスの活躍を見せる学校の顔とも呼べる存在。一人数とにお月の生徒がついており、仕事への送り迎えに高級車が用意されるなど、かなりの高待遇を受けている。また各組で S4 を補佐する、幹部生の人選も S4 が人事権を持っており、学園の生徒会長も毎年 S4 の中から選出される。ただし、 選出されて活動できるのは1年間だけで、任期が終わる前には大々的な交代イベントが模様される。1年生、または2年生が当選すれば当選者が S4 に選出されることになるが、3年生が当選した場合は、中等部卒業と重なるので1年生か2年生の中で各組の最高成績獲得者が S4 に選出される。ゲームでは2段サマーで、 劇場版スペシャルステージのみ、プレイヤーキャラクターとして選択可能だったが、4段ウィンターより4人とも常時使用可能となり、星の翼1段では S4 を継続するユズ以外のメンバーは、プレイアブルキャラクターを外れたが、次段では3人とも、プレイアブルキャラに復帰している。アニメ版、第1部は、第25代、第2部は、第26代、S4 という位置づけである。 高等部もしくはフランス留学となった第25代 S4 の3人については、海外の仕事、活動で、一旦日本を離れているが、霞夜空に関しての妹、マヒルのステージ鑑賞の例外を除き、第67話に帰国し、ゆず主催のシャイニースマイルのイベントに参加している。以下は、第1部の第25代 S4 のメンバーについて説明する。 メインキャラクターの中でも星の翼での第26代 S4 が選出されているが、そちらは該当説を参照のこと。ビーナスアークネオビーナスアーク幹部生 S4 に続く実力者で生徒会の業務や学園の運営を任されている。また S4 には各組のアシスタントが月き専用の青いボレロや幹部室が用意されている。幹部生は各組 S4 の指名で選出される。 なお、ガツのビクミには、初期から最終話まで、ジャパツのセミロングで、唇が強調された、幹部生が継続して登場していたが、彼女は、セリフが一言もなくまた、他生徒から名前を呼ばれることもなかったので、名称は、不明。元 S4 他にも、教職員の中で、四つ母子学園卒業生の元 S4 がいる。それは、該当欄を参照とする。次期 S4 の夢。 カスミシンヒル、サオトメアコについては上記を参照。M4 男子部のトップアイドル4人組。中等部卒業に伴い下級生に引き継ぐ、女子部の S4 とは異なり、高等部でもそのままユニットを継続することが可能と、女子部とはシステムが異なる。なお、女子部とは異なり訴い手は存在せず、該当声優が歌唱を担当している。キラキラドーム公演にて、 ソロデビューが発表され、スバルと、モチは、アジアでのデビュー、アサヒは、俳優業への専念、カナタは、アナウンサーの挑戦の決意を表明したが公演の、後の話によりアコには解散すると、勘違いされてしまった。教職員生と夢のクラスメイト上記参照。上記参照。夢の同級生、新入生の生徒芦田優利を除く、生徒、第二部から登場。 アニメ版では、第31から32話の秋フェスに登場している。以下は、第97話以降で組まれたユニットである。データカードダス・ワイカツ・スターズは、データカードダスシリーズの第2作。妖怪ウォッチ友達、ウキウキペリアに続く縦型の最新筐体機、データカードダス・ T として2016年5月19日より2018年3月まで稼働された。 縦画面の下にタッチパネルを搭載し、これまでの3つのボタンとタッチパネルでの操作が可能となる。カードもオンデマンドでプリントアウトされるものに変更。また、プリパラのように通常の2倍サイズのカードの排出も可能。モード選択などの操作はほぼタッチパネルで、カードスキャンは今までのバーコードに変わり、二次元コードをスキャナー部分にかざして行う。マイキャラの作成。 およびミニゲームが存在するスペシャルアピールについては詳細を講述。このコーは主にオーディション終了後に選択できるアイカツカード作成モードについて記述する。1プレイで複数枚カード化する場合は時間内に購入したい項目を続けて選択し100円を追加投入する。2人協力プレイでは2人のプレイキャラが並んだ構図となり、 1P と 2P の順で1枚ずつ排出されるため、連続購入はできない。また、大会モード、アンコール時のカード払い出しなど、スキップされる場合もある。この項目では、学生証を読み込んだ直後のプロフィール画面で選べるモードを説明する。100円投入前のデモ画面で、タッチパネルを操作することで選べるモード。いずれも学生証を使用して行う。 スペシャルイベントで配信された一部の楽曲やステージは終了後もフリーオーディションでプレイできる。現行の星の翼シリーズに従いタイプ別に記載する。上記の通り5段まではオーディション別で分類されていたが、そちらは実装されたバージョンに併記する。アイカツスターズ、ファーストアピールは、 バンダイナムコエンターテインメントより2016年7月20日配信の基本無料の任天堂 t e ー d 3DS 用ダウンロードゲーム。データカードダス同様のリズムゲームで遊ぶことができ、また、オリジナル要素であるマイルームのインテリアの飾り付けや、すれ違い通信による他のユーザーのマイルームにも訪問ができる。マイスペシャルアピールの機能限定版で、収録曲はアイカツステップ。 一曲のみで、アイカツ。マシンで 3DS ミュージックチケットを購入すると遊べるステージが追加できる。スクールドレスも初期コーデのみでゲーム中に追加はされずドレスメイクはできない。ゲームでのステータスやマイルームはマイスペシャルアピールに引き継ぐことができる。アイカツスターズ。マイスペシャルアピールはバンダイナムコエンターテインメントより2016年11月24日。 発売の任天堂 t e ー d 3DS 用ゲーム。10万通りのキャラメイクができる。プロローグ1話、各組6話、各キャラ3話の、計55話のストーリーモード、フリーオーディション、ドレスメイク、ミュージックビデオ、マイルームモードを収録。マイルームでは、オリジナルデザインにカラーメイキングが可能。登場アイドルは10人、遊べる楽曲は11曲。 収録ドレスは997種。ゲーム中に入手したドレスは、アイカツ。マシンでも使用できる。ダウンロードコンテンツとして5曲が購入できる。さらに、ファーストアピールの35万ダウンロード突破を記念して2017年6月1日より、期間限定で、新規5曲の無料配信が開始された。2016年4月7日より、テレビ、東京系列にて放送。 前作からのストーリー設定やキャラクターなどは一新される。2017年4月6日より第2部星の翼シリーズが放送された。キャッチコピーはつかめ、アイドル一番星、アイドルの一番星に向かって夢へのスタート。で、第2部からは羽ばたけ、相勝、ニューワールド、もしよう。前作同様、通常のシーンは 2D へ。 ライブシーンは 3DCG での描写となっている。番組開始時は、前作と同様に、本作の主人公である、二次の夢によるオープニングナレーションが入る。第2部では、服装が S4 の制服に変更されている。アイカツ。シリーズ5周年記念企画の一環として、2017年8月には、前作とコラボするエピソードが放送され、 前作に登場したスターライト学園のアイドルのうち第69話ではルミナスの大空明かり、ヒカミすみれ、新城ひなきが続く第70話ではソレイユの星宮一子、キリア葵、イ、シブキラトライスターの東堂ゆりかいちの世界で学園王子ジーの神崎みずきが登場した。ゲーム版同様に2018年3月29日放送の第100話をもって終了し、 自作、アイカツフレンズに移行する。四つ星学園は、歴史ある、アイドル学園。歌を極める、歌組、演技を極める、劇組、ダンスを極める、舞組、モデルを極める、美組、この四つの組のトップスターである S4 を目指して、生徒たちは日々、アイカツに励む。以下、全話を通してのストーリー内容を述べる。特記しない限りは、キャラクター名は、 下の名前とする。また、独立したストーリーが多いために、主人公の二次の夢を軸としたものとする。それ以外のメインキャラクターのエピソードのうち、夢が傍観者でしかないエピソードや、他の場所でのエピソードは、登場人物を参照。第一部、二次の夢と七倉庫春は、白鳥姫たち S4 のステージに影響されて、四つ星学園に入学することとなる。 夢は、オリエンテーションの中で、遅刻して、窓を開けた桜場ローラと出会い、今後の歌組1年のトップに出のユニット仲間、そしてライバルとなっていく。一方で、小春は、霞夜空のオファーと憧れもあって、ビクミに入ることとなる。小学生時代に、バレーボール部であった夢は、歌唱力もまだ持ち合わせておらず、当初は、体制の見込みがなかったものの、 ファーストステージでオーラを放ち、姫すら驚愕させることとなる。このオーラによって、歌組の CD デビューも、ローラとステージ対戦した上で獲得するが、学園長は、アイドルとしての素質を試すかのように、姫の代わりでのソロステージを貸し、ローラに内定させていた、当初の CD デビューも、CD プロデューサーが夢に確定すると、今度は、姫の CD との同日発売を図る。 その試練は、姫が喉を痛めた経緯もあり、夢も経験していることから無理に潜在能力を発揮させるのを回避して、早く諦めさせるためでもあった。結城スバルとの接近回避の要請もその理由の一つである。一方で、S4 と1年生ポップとの夏フェスステージにおいて、ローラが別の仕事から戻れないというトラブルから、歌組の姫、夢でのステージを実現させる。また、 夢、姫がメインヒロインとなるドラマ制作も行う。それから夏の一年ファン投票においても幹部の手伝いで出遅れるものの幹部の支援もあって草の根ステージを行いベスト4入りを果たす。これにより劇場版冒頭第24話における一年生ベスト4ステージにも登場し元の実力も着実に上昇していく。白銀 リリーが復学した際には、夢はまだ憧れである姫の模倣しかしていないと指摘され、S4 の目標としては全く自己の世界観がなかったことに気づかされる。そして、小春がイタリアに立つ際、お別れパーティーでステージを披露するが、再び力を発動させ終盤で混沌し、姫から初めて夢の力の存在や、姫もかつてこの力を持っていたことを知らされる。夢は、 この特殊な力を克服し、自分の実力だけでのステージができるようトレーニングに、励むが、小春がいないだけでなく、ローラも実家に帰省してのレッスンをすることにしたために、夢は孤立したままで、秋フェスが始まる。まず、木更木翼が霞姉妹に眼下されて成立したユニットである、スカイガールが先行し、優勝有力ユニットとなり、 サオトメアコは夢に秋フェスのオファーをするつもりだったが、きっかけがつかめずにいた。その中で、二階堂ゆずが押し切る形でアコ、夢とのユニットでエントリーをした、ゆずこしょうのユニットが成立する。そして、夢がキラキラインで投稿をしていなかったことも知らされる。夢のファンたちが投稿していないことを、心配していることがわかり、孤立感があった夢の現状を知ることとなり、それに報いるためにも、 ゆずこしょうのステージで示す。結果としては、幹部の連携が評価された、幹部図が優勝し、S4 メンバーがいながら、スカイガールは3位で、ゆずこしょうは2位となるものの、霞マヒルはユニットでの充実感を示し、夢もステージに復帰する、きっかけの一つとなる。ただ、未だに不思議な力を恐れて、歌声が出なくなるという怯えから、ソロステージには立てなかったものの、 姫とのユニットでのサプライズゲストや、学園長の支持率90%以上でないと、大学という無茶ぶりソロライブによって奮起させられ、さらには、姫のフラワーショップ紹介で諸星ホタルに引き合わせて、もらった上でアドバイスをもらい、姫、ローラ、アコ、マヒルのレッスンや、企画協力により、ソロステージを成功させる。これにより不思議な力に迷うことがなくなる。 クリスマス、正月のイベントをこなした後に、学期末の S4 選抜戦が意識される中で、相勝、アイランドでの巨額投資により4つ星学園での経営危機器を学園長が告げ、テレビ番組の中でオリジナルコーデを作り、スポンサーを買うこととなり、S4 以外で特例として、白銀、リリーがブランド設立に名乗り出る。番組の途中で、病弱のリリーが夢、 ローラの体調管理に出向く。また、店の設立でも、友人の支援により、ゴシックビクトリアを立ち上げることとなる。S4 決定戦の前にダンスパフォーマンスで、ユズ、リリーでのステージや、劇場版では、学園長に押し付けられたことのある、ローラ、マヒルのユニットステージを自主的に行うこととし、今回は夢、アコの協力も得る。一方の夢は、 バレンタインのテレビ番組でのステージを行い、夢、ローラ、マヒルは、グレードアップグリッターを入手し、S4 決定戦のコーデを獲得する。他方のアコはステージを探すが該当がなく、キッズ向けのデパート屋ー上でステージを行うことにする。翼のオファーが後から来て葛藤することとなるが、ファンを大切にするという意思から、当初のデパート屋ー上ステージを選ぶ。しかし、 アコは、グレードアップグリッターが得られずに終わる。S4 決定戦の本番、前組は2年であったユズが2年連続で決定する。激組においては、アコが現 S4 の翼を超えられなかったが、翼が卒業することから時点としての時期 S4 に、決定する。しかし、当日だけは翼にもご褒美タイムがあったものの、向上心から来る涙を流す。ビ組は、マヒルが、 姉の夜空だとを意思にし、トップで、次期 S4 が決定するとともに、ロマンスキスもメインデザイナーの継承をするが、卒業後の夜空が、フランス留学することで、夜空の向上心にマヒルをはじめ皆が心を打たれる、こととなる。そして歌組では、リリーが見事なステージを披露する。そのステージを見たローラは不安になるものの、夢たちの励ましでリリーを超えるステージを行う。そして夢は、 実力で、驚異的なステージを行うが、最終的には姫を超えることはできず2位となり、姫の卒業に伴い、夢が、次期 S4 となる。卒業式後、夢はローラに歌組幹部を申し出るのが分かっていたかの、ように引き受けたのに驚く。そして、次期 S4 の3人は、S4 引き継ぎで、多忙の中、1年目卒業式後の S4 ステージで、サプライズを行う。 第2部2学年となり、任命を受けた、夢、アコ、マヒルは、継続して任命されているユズと共に S4 として、本格的に活動することとなり、夢は、ベリーパルフェのブランドを発表するが、プレミアムドレスの案に悩む。一方で、アコは、ふわふわドリームを匿名で提案されるものの、花園キララに先行で発表される。そこで説明を聞くために学年 S4 の3名と、 カンブローラとシップ型のアイドル学校であるビーナスアークに乗り込むもののアポイントがないために門前払いとなる。そこで学園長に相談に戻ったところでエルザ・フォルテと出会うこととなる。エルザは工学部に進学していた白鳥姫にもビーナスアークへのオファーを受けるが断っていた。そこで姫に見込まれていた夢にもオファーを入れることにするが S4 の仕事もあるために一度は断る。 しかし、エルザのステージに言葉も出ずに、新 s 4の3名は、ワールドクラスの格の違いと翼のある、スタープレミアコーデに驚く。そこで、姫は夢に見送られて、学園を離れ、世界を回って、独自活動をすることにする。そして、夢が、プレミアコーデに苦心する中、リリーも、ビーナスアークに刺激されて、プレミアコーデを考案して手伝うことにし、ゴシック。 ビクトリアのプレミアコーデを完成させる。その際、リリーに名王星のスタープレミアムドレスを獲得する。ふわふわドリームにおいては、キララとアコで提案をするものの、キララの世界観の完成度に、アコは一旦は引くこととする。そして、学園長の提案で、スタープレミアムドレスの目的もあり、S4 からビーナスアークの留学を提案される。ユズとアコは、 それぞれの理由から留学を見送り、夢、マヒル、S4 夢の幹部としてローラが留学することとなる。ヴィーナスアークのレッスンにはギャップを感じるものの、四つ星学園のセルフプロデュースも負けず劣らずで、エルザ、キララが評価を改めるくらいだった。マヒルも、ロマンスキスで、ブランドでのファッションショーを開催して、スタープレミアムドレスを獲得した後に、ヴィーナスウェーブが開催され、 スパイスコードの光景で意欲が高かったローラがスタープレミアムドレスを獲得する。一方で、夢は互いのファンが競合して雰囲気が悪くなっていることを知ったためにエールを送るという方法をとり、ファンと共にローラ、キララもエールに参加して、成績は二の次にファンを重視したステージを行う。二年目の星の翼でも相勝つ。アイランドを開催するが、資金面から、 複数の学園での合同開催となる。その際、第25代 S4 のステージのために4つ用のクローバー探しや、無人島でのサバイバル生活で、冒頭に挙げた前作のスターライト学園生との偶然的な交流が生じる。ビーナスアークの留学後は、奈良小春も、ビーナスアークの卒業を言い渡されたために留学生3人と共に四つ生学園に再入学として戻る。 夢、小春で、ベリーパルフェの共同デザインをするが、変化における意見の対立により、対立ムードとなる。和解後は、進化型として、レインボーベリーパルフェを新ブランド確立し、スタープレミアムドレスを獲得する。ふわふわドリームについても、動物番組を通じてのステージから、キララが再提案したダブルミューズを、アコが了承する。 木キキレイがロイヤルソードで星の翼を獲得して惑星コーデが一通り揃う。そして太陽のドレスや相ツランキングの剣が四つ星学園にも意識され始める。ただ、決勝トーナメントが上位4名した出場できない中でランキング上位、ビーナスアークの生徒で占められ、四つ星学園の生徒がいない状況である中で太陽のドレスを エルザ・フォルテが獲得して、首位のまま、相勝つ、ランキング決勝トーナメントに進出する。それから、夢、マヒルはイベントでの検討の結果から、例も、ビーナスアークの第2部における3月の解散宣言に憤慨し、イベントでの実質首位の結果で、相勝つ、ランキング決勝トーナメントに進出する。決勝リーグは、第1ステージが、夢、例でのアピールであったが、 夢が決勝ステージに進出する。第2ステージがエルザ、マヒルのアピールとなり、エルザが勝利して決勝ステージでは夢、エルザのアピールとなる。夢は4つ星学園でなく、レイ、キララ、アリアからも全面のバックアップがあってのステージとなるが、エルザはパーフェクトではあったものの孤独なステージとなる。その際、夢も太陽のドレスを出現させ、僅差で夢が勝利し、 優勝となる。ヴィーナスアークに関しては解散は揺るがなかったが、例をはじめとした生徒たちの懇願により、エルザの使名性から、死願性の自由に入学できるネオヴィーナスアークに、リニューアルして、パーフェクトたちの育成を信条とする方針に、変更する。一方の四つ星学園は、第26代 S4 が S4 選抜戦で1位となり、二階堂ゆずについては、中東部卒業とともに、 時点のはるかるかを次期 S4 として後継となる。そして、ローラは四津星学園を離れ、イギリスへ留学する決意を固める。夢、小春、アコ、マヒルと共に最後の憩いの時を過ごす中、四津星学園の在校生や職員、第25代 S4 のメンバー、M4、ビーナスアークの面々からサプライズを受け、旅立ちを祝福される。 夢たち5人でライブを行った直後、ローラは早くイギリスでアイカツをしたくなり、仲間たちに見送られながらイギリスへと旅立つ。それから1年後、世界各国のトップアイドルたちが対戦するワールドアイカツカップが開催され、1回戦で夢とローラは対戦し、互いに楽しいライブにすることを誓う。夢たちのアイカツはまだまだ続いていく。 ステージ曲その他次回予告前にやるミニコーナーは初回から第25話までは四つ星学園ニュースでその回の盛り上がったシーンを抜粋して紹介されるものであった。第26話からはピックアップコーデとしてステージで使われた衣装が紹介されている。は、S4 プレゼンツブロマイドメイクとして紹介第2話第4話まではアイカツスターズ55 スタートキャンペーン実施コーナーに差し替え劇場版アイカツスターズは2016年8月13日に公開された劇場アニメ作品アイカツスターズとしては第1作アイカツシリーズとしては第3作目にあたる同時上映はアイカツ狙われた魔法のアイカツカードキャッチコピーは夏だビーチだアイカツ 二人なら、最強、伝説のドレスをめぐる、この夏一番熱いアイカツ。が始まる。全国30万セット限定の入場者特典は、劇中にも登場する、伝説のドレスガーリーアイランドコーデの、アイカツ。カード3枚セット。2016年8月27日に、丸の内東映で、アイカツ、スターズ、ミニライブ付き上映会を開催。 9月3日以降の新宿バルトナインと9月10日以降の渋谷投影で声援やサイリウムペンライト持ち込み可能なコールレスポンス上映を開催。9月10日には新宿バルトナインで生オーディオコメンタリー上映を開催。生オーディオコメンタリーの出演は若田真也、佐藤輝夫、木村隆一、伊藤貴則。ブルーレイ、DVD はスカイアイランドコーデの アイカツ。カード3枚セットが付属。また、豪華版及び、ブルーレイ、アイカツ、アイランドボックスには、後日談を描く、オリジナルドラマ CD、きらめき、ジェットストリームから帰るまでが、お仕事です。が付属。夢、ローラ、小春、アコ、マヒルの5人は、アイカツ。アイランドに出演するため、南の島へと訪れる。まず、夢、ローラ、マヒル。 アコでの一年生ファン投票で選ばれた上位4人での相勝ステップでの幕開けで開始される。当初、記念オーディションにローラは夢とユニットを組むつもりでいたのだが、学園長にマヒルと組むように指示される。夢は姫とのユニット候補と聞かされたからである。それゆえに、突然のことで夢とローラで喧嘩が勃発した。その影響は大きく、夢はまず、 アイドルとしてユニット以外の仕事をこなすこととなった。また、冒頭に夢はビーチで遊んでいた際にアイカツモバイルを忘れてしまった際にホテルに迷ってしまった。この時、地元の南国風の少女と出会う。観光ガイドの仕事をこなしていた時に、その少女に海岸沿いでハミングを始めると鳥が一斉に集まり出した。この少女は感化し、夢に親類を紹介するが、 この親類二人が伝説のドレスを持つ元アイドルであった。そして、夢は伝説のドレスを手に入れることができた。一方で、小春とアコは探検で伝説のドレスを探すが、結局は観光用のしか得られなかった。ローラ側もマヒルとのレッスンでも上の空であった。マヒルはこの上の空の状況を見て、夢と仲直りすべきだと提案する。そして、 マヒルの協力で M4 のロケバスも利用して、ローラは夢を迎えに行き、一方で、マヒルはオーディションでの参加を棄権し、夢にローラとのユニット権限を返した。S4 のステージの後、伝説のドレスを持った夢、ローラのユニットが優勝し、S4 ステージの後でのユニットステージとなった。ただ、学園長がローラに告げた、白鳥姫とのユニット企画については架空企画であり、 夢のユニット参加を阻止したという背景であった。それでも、二次の夢は輝いたのであった。ランティスウェーブラジオにて配信された。2016年4月11日より、アニメ放送に合わせ、アイカツス,スターズのラジカツ、カラリニューアル。2018年3月26日配信の第102回をもって終了。超。 A&G にて2017年7月6日から9月28日まで放送。毎週木曜日18時19時放送の A&G アーティストゾーン愛理のザキャッチのフロート番組劇場場場内活スターズに関するカテゴリーありがとうございます。